はい、じゃあこちらの車両は、ジャイロキャノピー4サイクル TA03111K の2型の車両になります。でこちらも重整備済みで、いつものねエンジン、スイングジョイント、フロントの足回りリンク、あとクラッチ、ドライブ系ですね、あとは、ケーブル類、もうだいたい交換部品が多い形で重整備済みの車両となっております。でエンジン部は、ピストン、クランクシャフトまで交換してありますので、大変元気に走っています。でジャイロは、まあ、何回かもお話してますけども、スイングジョイントへたりが多いので、まあ、スイングジョイント系オーバーホールしてありますと随分足回りカッチリして、乗り心地も良くなっております。はい、でこちらは、ボディはオールペイント済みで、ネイビーより少し明るめの、まあ、くすみがかかった感じの色になっております。当然、国産の、ウィンドスクリーンに新品交換済みで、ワイパーは塗装済み、ワイパーブレードも新品交換済みで、いつもと同じバックミラー純正タイプ新品交換済みで、ここの三角のプロテクターちょっと塗り忘れちゃいましたので、ボディと同色に、塗っておきます。で走行距離は多めに振ってますが52,800km、まあ先ほど言ったようにエンジンはフルオーバーホールに近い形になっておりますので、全くこう違和感なく安心して乗ってもらえると思います。でここのキーセットはまた新品に交換済み、はい、インナーケースが取り付け済みです。インナーの色と同色のブラックの艶消しになってあります。でシートはいつもと同じ、滑り止めの効果のあるシートに張り替え済み、はい、でルーフピラーも塗装済み艶消し、ルーフはグロスブラックにペイント済みです。でボトムとパネルストッパーは、ブラック塗装済みで、オリジナルのミニカートルが可能なワイドホイールに、ワイドタイヤですね、いつもと同じ仕様です。でオーバーフェンダーは、艶消しのクロム塗装済み、リアフェンダーはボディ同色の、ネイビー系ですね。でその上のエアークリーナーカバーは、艶消しのクロムに塗装済みですね。こちらの車両は、リアボックスはついてない仕様となっております。でデッキのまま使う形もできますので、お客様のご使用の方法によって、大型のボックス、小型のボックス、あとはその車外のボックスもまあ付けられますので、ご要望がありましたら、追加で、取り付けできますので、言っていただければと思います。ワイドバイザー、レクシードと、オプションパーツもたくさんありますので、付けたい方は、ホームページ見ていただいて、オプションパーツを選んでいただければなと思っております。こちらの車両の紹介は、以上となります。ご興味のある方、ホームページから、お問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。